去年の夏に、はい、完全にうちの親父が死にまして完全ですか？完全に死にました。死ぬのに中途半端もあんまないです。完全にカチカチでしたから、僕がもう見た時は。やめてください。我々は見てませんか？全く動かない。あ、これは完全に親父が死んだ。そりゃそうです。で、親父がね、死んだんですよ、はい。で、まあ、15年ぐらい前ですかね、僕が実はね、はい、もう家をね、はい、実家の方がもうボロボロやったんで、はい、ちょっともう、はい、まあちょっと建てなさいよって言って、うん、15年ぐらい前ですよ、はいはい。まあどっか土地探して、そんな大した家じゃないですけど、まあプレゼントじゃないかしたんですよ、うん。で、親父がまあそんなんで亡くなったじゃないですか、はい。でも15年経ったら、もう結構ガタくんねんね、家って。ああ、そうですよね。で、これもう どうしようって言って、はい、で、僕としてはね、はい、もうあんまりね、実は駅からも近くないし、なんかタクシーも言ってもあんまり分かってくれへんようなとこやったのよ、場所が、はい。でもこれ おかん一人でね、もうそんなとこ住ますのもあれやから、はいはい、これを機にもうその家売って、うん、でもうなんか駅前かどっかのマンションぐらいに住んだ方が何かとええんちゃうかっていう話をしてたのよ、はいはい。そうかなってうちのおかんがもう言うてたんですけど、はい、何日後かに電話かかってきて、はい、いや、ひとしとあれからいろいろ考えたんやけど、やっぱりお父さんとの思い出もこの家にはあるやんかみたいな。なるほどなるほど、まあね、そうですよね。そうか、そういうことまで俺考えてなかったな、なるほどなと思って、うん。そしたらもうちょっと家もうボロッと来てるから、じゃあもうリフォームするしかないぞって言って、うん、でリフォームして住めや、ほんなら、はい、って言って、分かった、ありがとう言うて、うん、これ何ヶ月かかけてリフォームも住んで綺麗になったんですよ、はい。綺麗になった、私ありがとう言うて、うん、そしたら俺ちょっと見に行くわって言ったら、はい、まあ確かにまあ壁も変わって何やして、はい、まあよかったやんけって言うてたら、はい、どうやねんな、ほいで最近って言ったら、お母ちゃん霊感とかは全然ないねんけど、寝てたら、はい、なんか最近お父さんが来る感じがすると、はいね、はいはい、お父さんはこの間もなんや、夜なんかふーっと、もうとなんかなんとなく感覚らしいんやけど、もうお父さんなんやわあれはって、はいはい、で横でなんか添い寝してるような気がすんねん、はい、って言うから、あ、これはやっぱりマンションよりもリフォームしてでもこの家で良かったんちゃうかなと思って、うん。で、おかんはその時どうすんねんなって言ったら、向こう行けって言うねん。そんなの気色悪いじゃないの。引っ越せじゃ。何のためにリフォームしたっけ。向こう行けって。向こう行け。向こう行け。まあ、そう、今の感じと似てる、はい、思い出したんですけど、はいはい、僕大阪に住んでて、うん、東京に引っ越しても15年ぐらいなんですけど。で、やっぱり長男なんで、結構お母ちゃんに世話焼いてもらった感じもあるんですけど、うん、多分心配やったんか知らないですけど、夜中3時に携帯電話が鳴って、そこにお母ちゃんって出たんですよ、画面に。お母ちゃん、うんうん、で夜中3時、普段から連絡してんお母ちゃんから夜中3時にこう、はい、連絡来るっていうと、やっぱお父ちゃんもええ年が倒れたかなとか、ドキッとするよね、家火事になったか泥棒入ったか、うん、なんかの一大事やと思って、うん、電話に出たら、うん、泣き叫んでるんですよ、うん、秀俊って言うんで、秀俊大丈夫か、生きてるかって言ってるんですよ、でも怖い怖いって思って、ちょ落ち着けお母ちゃんって言ったら、うん、夜中3時にお母ちゃんが大阪で寝てたら、うん、まさに枕元に僕が立って、うん、お母ちゃんの枕元に僕が出てきて、今までありがとうなって言ってニコってして、ふわって消えたんよ。うわおお、で、お母ちゃんは僕が死んでお別れを言いに来たと思って、もうな、慌てて電話かけてきた、うん。なるほど。で、いや、お母ちゃん大丈夫、落ち着けって、俺こうやって今電話してるし、うんうん、病気一つもしてへんから大丈夫やで言ったら、うんうん、お母ちゃんが、うん、ほんなんなんであんな紛らわしいことすんのよ。してへんし。何やろうな、何なん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 でしょうね、何であんなことすんのよ、やめとけみたいなこと。夜中3時に説教を受けたって滑らない話、まあ滑らない話だと思うんですけど、はいはいはい、どうですか皆さん、宝塚歌劇は、まあ、見に行ったことありますか？一度ないですね。ないですね。意外とないですか？ないです。僕実は何度かあるんですけど、
はい、初めて行った時びっくりしたんですけど、まあ、お客さんは大体あのご婦人方っていうんですか、うんはいはい、なんかちょっとお金持ちっぽい、うんはいはい、年配の人が多いですね、はい、でもう多分常連さんばっかりなんで、はい、何も驚きも何もないでしょう。僕は初めて行った時びっくりしたんですけど、ブーって1ベルが鳴るじゃないですか、はいはい、ただいまからもう始まってんねんいやでも携帯電話はマナーモードに切り替えてくださいそっからそっから始まるんですよ、はい、宝塚って、はい、でうわすごい世界やなって思って、でまあまあ最後あの大階段にバーまた、はいはいはい、それでね、それ2回ぐらい僕見に行ったんですよ、はい、それがこの間1ヶ月前、はい、1ヶ月ぐらい前か、はいはい、宝塚歌劇で、ええルパン三世、ああはい、宣伝してた。ルパン三世をやるっていう、はい、これはちょっと見とかなあかんと、はい、どんな感じでねルパンがね確かに銭形のこととかね、はいはいはい、峰不二子のこと、はいはい、どんな風にね、はい、宝塚で言うんかなっていうのがもうここ一点ですよ、はいはい、やっていいですか、はい、その時の、はい銭形のとっちゃん、おーおーちょっと入ってる入ってる入った藤子ちゃん、はぁマジでわわわわわわこれは事件よね、事件これ滑れない話なんですか去年の夏、はい、8月ですね、まあ、僕がやらせてもらってる番組のスペシャルみたいなので、海外に暮らす日本人の方に会いに行くみたいなのをやったんですよ、うんはいはい、で、モロッコに行くんです。モロッコの田舎の方に日本人の方が住んではるっていうんで行ったんですけど、うん、モロッコってその時期40度ぐらい余裕であるんですよ。で夜の9時ぐらいまでピーカンなんですよ。で1日モロッコで朝から晩までロケやって、うん、ほんならそんな気温なんですけどもうなんかめっちゃ寒なってきて節々痛がってきて、これなんや、うん、熱中症なんですよ。あこれやばいやばい、明日が何やったらメインのロケなんで、実際日本人の方に会いに行くっていうロケなんで、これやばいっていうんでもう晩ご飯も食べずに薬だけ飲んで、もうずーっと寝て、うんほんでちょっとマシになったんで次の日ロケできるようになって、ほんでロケ行って田舎の方に住んである日本人の方会いに行きました。でよかったよかったっつってホテル戻って、夕方6時半です。まだもう全然明るいんですよ。8時にみんなスタッフ全員とご飯行きましょう、じゃあロビーに8時集合でお願いしますっつって、分かりました。で俺部屋戻って、ほんでね606号室8階建ての6階でしたけど、田舎のモロッコずっと歩いてるんで、もう砂ぼこりでシャツ、ジーパン、靴もドロッドロなんですよ。でこれをベランダ出てはたこうと思って、でベランダ出てはたいてんのが部屋の中入んの嫌やから、はい、窓閉めて、まあ、そうやな。ほんでもう俺あのいつも赤いパンツなんですけど、赤いパンツ一丁あって、赤いブリーフやな、赤いブリーフ一丁あって、うん、シャツはたいてジーパンはたいて靴はたいて、うん、さあ部屋戻ろう思って行ったらオートロックなんです。まさか窓がこれはめちゃくちゃ頑丈な鉄のサッシ、うんともすんとも言わないですよ。もうねパニック、赤パンチで誰もいない部屋にドド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 ドやるんですけど、何にもないですよね。もちろん誰もいいねんから、これどうしようどうしようと思って、全く遮るもんない直射日光ビカー当たってるんです。うわうわうわ、これねこっからどうなるかなと僕思ったんですけど、8時に俺が降りてこない、マネージャーが8時15分ぐらいに俺の携帯に電話をする、部屋で鳴るだけで誰も出ない、もう一回鳴らす出ない、おかしいなということで部屋の電話に電話する出ない、部屋の電話に電話する出ない、直接マネージャーが来て部屋ピンポンピンポンピンポン、何の音もない、おかしいぞということで、もう一回戻ってホテルマン連れてガチャ、8時半やな、2時間、あ、昨日熱中症、あ、俺死ぬなと思って危ない、
あ、これ俺死ぬわマジで、マジでこれヤバいやつやと思ってどうしよう思うんですけど、何にもやりようないからまた誰もいい部屋をなんかしたんけど、ドドドドドン叩いて、こんなことしても何にもなれへん。パッてこっち見たらホテルの裏側の部屋やったんですけど、庭、裏庭みたいなのがあって、でそこに道路があって、その道路の向こうに駐車場あって、だいぶ距離あるんですけど、駐車場のおっちゃん2人が滑って喋ってんすよ。もうあのおっちゃん2人しかいいひんって言うんで、俺生まれてきて人生で初ですよ、フルボリュームでヘルプミー赤バイクでヘルプミー、ギリギリそのおっちゃん2人の鼓膜を揺らすことができたんですよ、俺のヘルプミーが。でも向こうは英語圏じゃないんですよ。ヘルプミー言ったおっちゃんがファーッと俺見てあれあれあれ、いや観光客が赤パンイチューとはしゃいでるとしか見えないですよね。ドラスや赤がヘルプミーヘルプミー言うんですけど、だんだんおっちゃんのあいつしつこいなみたいな感じで背中向けられて、ドラスいいやと、これやばい、ほんまどうしようどうしよう、もう一回部屋見ドタタタタタ何にもならないとか言ってたら、パッて見たら下の階のだから506からアメリカ人の夫婦がファッて覗いてくれたんですよ。もうこれしかないと、この命綱を渡してはいけないってこと、ヘルプミー言うて、そのおっちゃんに叫んでるボリュームでもう仕上がってるからかなりの距離ですけど、近いのにヘルプミーノーオープンドアクローズ、夫婦の奥さんの方は部屋戻ったんですよ。旦那の方がヘルプミー言うて、俺は目見て言う、ほんなら旦那の方がプロブレムって言ったんですよ。プロブレムこれね、だからノープロブレム、今ホテルマン呼びに行ったから大丈夫だよなのか、お前さっきからどん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 上でうるさい、プロブレム問題があるぞお前は、問題児だぞって言われたんか、どっちだ思ってたら、部屋のドアがガチャって開いて、ホテルマンがめっちゃ笑いながら僕小峠言うでしょ、バイキングの小峠、それがこの番組、すべらない話に前出てで終わった後いつもみんなでこう打ち上げ行くんですよね、で小峠も来て、で、みんなでご飯食べて、でその後店変えたんかな、でバー行ってみんなで飲んで、僕も結構酔ってました、小峠も結構酔ってました、で小峠になんか松本さん、僕本当に松本さんのことが大好きなんですって言われて、もうとにかくもう学生時代から子供の時からもう松本さんのテレビを見て僕はお笑いに憧れてこの世界に入って、こうやってお仕事できるようになって、こうやって飲めることがもう僕はもう本当幸せなんです。僕は松本さんを見ながらオナニーできますって言ったんです。好きすぎて、で僕もちょっと酔ってたし、ちょっとやってみたらいいんだあれあれ、また大輔の出番ちゃうよ、ちゃいますこれで、いいっすかってなってでなったんですね、バーで、知り合いのバーやからね、貸し切りやったし、他のお客さんいなかったんで、バーで、僕のことを見ながら手はやめてください兄さん、手はやめてください、手はやめてください、何してんすか言うてもおっさんがおっさん見てこっそで僕もなんか、あれなんですよ、こうちょっと頑張れみたいな頑張れ、でも酔ってるし、6割か7割ぐらいにはなったんですよ、小峠の息子さんが6割ぐらいにはなったんですけど、なんか俺はもっともっとなれやってどっかでもっとなってくれやって、ね、お前の憧れそんなもんだと、お前の憧れはそんなもんなんかもっと立てやでもあいつもうーってなんかだんだん早くせな焦ってきて、またふーんなったりとかしてて、でその日家帰って、で次の日起きたら腹立ってきてそんなにやろなんで後輩にあんなことされるマネージャーがね、
今、はい、女マネージャー、27歳、これが、ま、なんていうんですか、天真爛漫というか、まあ、悪く言うと傍若無人というか、もうやりたい放題なんですよ。やりたい放題、はい、で、こう学園入ったらもうさっき言ってて、そのどうしたんっていうのを待ち寄るんですよ。どうしたん待ちをね、仕掛けられるんですよ、うん、どうしたん待ち、ね、はあ、やっちゃったうわ、待ち寄ったな、やっちゃったな、はあ、もうやだ、どうしたん、言うた言うた言うた、怖いからね、はあ、ほんなら、いや今日つけまつけるの忘れたんです、知りませんやんこのね、どうしたん待ちからの知りませんやんがすごいんですよ。 あれどっちなんだろう、私だけなのかな、待っとるな、待ち寄るな、これ腹立つわどうした、言うか、壊れんよ、私顎がコキコキなるんですけど、これって自分にだけ聞こえてるのか、みんなに聞こえてるのか、どっちだ、知りませんやん完成ワンセット完成、ね、もうずっとなんですよ、あれ絶対そうだと思うけどな、違うのかな、まあ、いやそうだろうなどうしたん、いや、さっきエレベーターと一緒だった人、大学の先輩だと思うんです。知りません完成。ほら、声止めたらいいやん、いや、その先輩、双子なんです。知りませんって見たいなことを、もう好き勝手やりおるんですよ。タクシーで移動してます。仕事、スケジュールの話してます。ジュネさん、この仕事こうでこうでこうなんですけど、あー、たこ焼き食べたいたこ焼き屋さんが目に入ったから、そっち持ってかれるんですよ。すごいな。言っちゃう。で、例えば俺の車で移動する現場から現場行かなあかん、飛び出しで行く、この時は助手席乗り寄るんですよ、うん、もうすぐ寝寄るんですよ、ほんで俺が運転してる現場に向かうために助手席でマネージャー寝てる、うん、電話になって起きて、はい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 、あと何分ですかっていや俺東京無線かと、うん、ね、うん、そんな大谷というマネージャーが、この間俺楽屋でもうそろそろ呼ばれるやろな思って楽屋で着替えて待ってたら、楽屋のドアの前で大谷がこう電話しながら、はいはいはいってなんか仕事の電話してて、ほんでドア開けて、はいはいはいって、スタッフさんにそろそろスタンバイお願いしますって言われたんでしょうね、はい言ってドア閉めて、俺にマジですよ、話を俺ラジオでしたんですよ、うん、指さされてこうやられてんでーっつって、うん、ブースの外で「すいませんすいません」みたいな顔やろうな思ってパッて見たらめっちゃ睨んでるんですよマジかお前。2年前ですか、あの胃がんを患いまして、うん、おいあのほんまですか、いやほんまや橋の上でめちゃめちゃ大事見とるやんアヒル、アヒル触ってる、あれあれ星谷にあれ誰があれ星谷に胃がん嘘つくねんなほんまや、それはいいんですけど、まあそのなった時も発表されたことないでしょ皆さん、ないです、うん、ないよ、はいはい、そうですね、僕はまさにあのドラマの感じで発表されるもんやと、はい、最初人間ドックに行って人間ドクターのこの書類が送られてくるじゃないですか、うん、こんな感じでしたって呼び出されたから、うん、なんでやと思って病院に行って、あ、こ人間ドックってちょっと高級なやつやったんかなと思って、うん、ほんでこれ直に発表してくれんやと思って、このです何とかしてみたら入ったらその、まあ、白衣着たこの恰幅のいいおっさんがこうぐるっとこう回ってきたわけですよ、でああ先生やと、先生あのですね、あれ日本人じゃない、あれ外国の方だ、そうなんですよ、あ、まあ、インターンかなんかでたまに来られるんですよ、中国か韓国の方が、 あ日本人の方じゃない、でもちゃんと喋れはんのかなと思って、うん、はい、あのですね、あの、いい調べました、国家長ね、おかしいなと思いましたはい、いや、笑い事じゃないけど、笑い事なんですよ、はい、なあ、その国家長の裁判ね、取りました、めっちゃ大丈夫ですけども、二つだけでしたなんすか、はい、大事大事、全然聞き取れない、ちゃんと聞きたいわ、ちゃんと聞きたい、ね、でも何がしかこの危険なことを言われた、ちゃんと聞きたい、これちゃんと聞かなあかん、何ですか、うん、ちょっと取りました、
めっちゃ大丈夫でしたけど、ふたたちでした。惜しい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 な、後半惜しいな。でもなんか嫌な予感するな、はい、もう一回お願いします。5つ取りました、うん、3つ大丈夫でしたけども、うん、2つ悪性です。え、悪性って言うてます。言うた。え、悪性ってことは言うた、ガンってことですか。そうなります。軽っ。発表軽っ、マジよ。実はみたいなね。そう、そうなる。そんなもんだ。いや、もう笑いもんじゃないよ。発表軽っ言うて、そんなもんだ、ね、そんな発表されてんのに、看護師さんがもう笑ってもてはんねん、もう。あ、言い方で笑ってる場合ちゃいます。今僕ガン言われてますね。ちょっとごめんなさい、もうちょっと言葉分かる人呼んでください。そりゃそうやわ。呼んでもらって改めてちゃんと言われて、ほいでもうしゃあないと、うん、もうお仕事休んで、うん、しゃあない、お兄さん方のみんな言うて、会社にも言うて、お休み取って手術を受けまして、受けて入院しまして、でもリハビリをすごい頑張って、うん、だいぶ早い段階で退院できるようになって、早かった早かった。でいろんなことはもう、そのもちろん手術の後も大変やったし、ね、リハビリも大変でしたよ、うん、でも一番大変なん皆さん知らんでしょう、胃がんやった時ってうんこ全く出ないんですよ。お、うんうん、はまず腹筋切られてるわけやから、はい、踏ん張れないんですよ。ああ、そういうこと。でももうどん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 明らかにもう違和感がもうものすごい溜まっていくわけですよ。溜まるのは溜まるんやもんな。でもそれはどん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 、でも物は食べるから、はい、どん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 こう集約されていってるのが分かるわけです、ここで、はい、絶対にこれなんかもう剣みたいなのできてんちゃうかなみたいな、もうカチカチ感が分かるんですよ。でもこれどうなんやろと、もう退院間近の時にもうちょっといよいよもうだいぶ痛みも取れてきたし、一回思いっきり踏ん張ってみようと思ってトイレ入って、まあその時嫁とかもらんかったから一人で踏ん張ってみようと、声も出てしまうかもしれんってトイレ入ってもう気張ったんですよ。何にも出て反応しないんですよ。でもどんどん腹は痛くなってくるんですよ。でもこれ出さないかもって、うわーでも壁もガンガン開く、うわー壁ビー押しながら、うわってやってさ、でようやくこの先っぽぐらいのやつが、この親指のこれぐらいのやつがニョキッてこう出ようったんですよ、はあね、はあ、そっから1時間、はあ、全く動かないんですよ、はあ、もう何をしようかもう、はあ、もうずっと、もうずっとこの1、2センチでずっと、もうずっと何ずっと止まってるんですよ、はあ、これはもう腹痛いし、これはもうしゃあない、生まれて初めてやることやけど、トイレットペーパーグーやって、これはもう抜くしかない、はいはいはい、カチカチやから、カチカチですよ、こうやって、うん、これマジですよ、グ、はい、ー握ってガッツリ握った後、グーポンってなったんですよ。ほんまに真横に向けて折れないんですよ、この状態でうんこが。そんな見たことないですよ、自分のうんこカチカチの、はい、誰に伝えるわけでもない、はい、人はおらん、はい、で鏡に映った自分に、何これ、ほんまにカチカチや、でもいつまでもそのカチカチの写メ撮るわけにもいかんし、眺めてる場合じゃないから、もう殴り惜しいけどさようならと思ってこう流して、ジャ、はい、ーって流すけども、カチカチなもんやから、カチカチなもんやから、ずっと流れずに、カラ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 パキンと折って、パッて折って、ようやくさよならやなと思って、ちょっと名残惜しい、はい、だいぶ付き合ってきたから、じゃあ、ようやく流れたと思って、じゃあ、ここ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 行ったなと思ったら、やっぱ硬いからでしょうね、一旦流れた後、帰ってきるんですよ、こうやって。ああ、分かるわ。気になった。気になった。最終的にうんこと目合う。目やったんや、目やったっつって、目ないでしょ、目やったんや、あったって言うてるとこを全部嫁に見られてたって言われて以上でございます。おい、そんなんだもん、うわーやー、もう我々そんなことあるっていうお話なんです。皆さん、はい、東京のバーで後輩何人かと飲んでたんです、うん、でなぜこの世界に入ることになったんだみたいな、なんかこう話になってて、うん、ほなある一人の中本
ていう声が、実は僕がこの世界吉本お笑いをするのは竹内力さんがきっかけなんですって言うんですよ。ね、竹内力さん、それいろんな芸人のね先輩なら分かりますけど、竹内力さんどういうこと？広島であの高校1年生の時にすごい、まあお笑いは好きで芸人になりたい、いやそんなもん俺みたいなもんが芸人になれるわけないってこう自分で勝手にこう抑えてたんですって。ほら広島のスーパーでトークショーがあって、竹内力さんがトークショーに来るっていうんで高校生みんなでわーってこう見に行ったんですって。何百人いて、でトークショー終わって帰る時に竹内力とかってみんながこうわーってこう集まって竹内力とか言うてるところ、竹内さんが通り過ぎてもう一回戻ってきて、お前いいな、お前やりたいことやった方がいいぞって言って帰っていったんです。はぁ、何十人いるのに中本だけが言われたんですって、そこでうわーってなって、よし俺やりたい芸人になろうって言って僕吉本入ったんですっていう話してて、へえ不思議なことあんねんな、カランカランいらっしゃいませ言うて竹内力さん入ってきたんです。っつって竹内さん言うて、俺、ね、あの面識あったから、こいつがそうやって力さんの一言で吉本入ったんですよ、いや俺それ行ったの覚えてないけど広島行ったの覚えてるわとか言って、じゃあこうやって会えたんだな言うて、お互いまだ頑張ろうなってここで握手したんですよみたいなことがあって、そういう不思議なことがこの中本っていうのに起こるんですよ。で中学1年生の時に視力が悪くなって、お母さんに頼んで、お母さんが新聞配達で眼鏡を買ってくれたと。その眼鏡っていうのは当時その古田選手とかがかけてたこうフレームのない眼鏡が流行ってて、それ欲しいってちょっと高いんですって普通の眼鏡より。それ買ってもらって学校かけていた、うわかっこええなー言って、みんなめっちゃ似合うやんとか言って、授業終わって放課後バレーの練習してたら、スパイク顔面でもろに受けて、買ってもらってかけたばっかりのメガネもバッキバキだったんですって。なんで今日にこんなことなんねんって言ってとぼとぼ歩いて下向いて帰ってたらメガネ落ちてたんですって。ほんでかけたら奇跡的に胴ぴったりで、未だにその拾ったメガネかけてるんですよ。っていう中本と中本2人で九州福岡に旅行行ったんですよ。ほんで福岡事務所の男の子がいて、その子が車でいろいろ案内してくれるっていう、なんかね若い時の中島さんみたいな顔した子なんですけど、その子がじゃ あのまずはスパゲティ食べに行きましょうで、あのラルキーっていう美味しいパスタ屋さんにまず天気のいい日行って、ほんでこう食べようかって言われたら、その表に車止めてるんで、ちょっと車大丈夫か見てきますとか言って、その子見に行ったんですよ。ほんで戻ってきたら、その子もうメガネかけてるんですけど、サングラスになってるんですよ。車見に行って戻ってきたら、あ大丈夫でしたって言ってるそいつがサングラスになってるんですよ。ああえ、なんやお前そのサングラスってなったら、その中本がお前ええのかけてんなっつって、あの遮光レンズで太陽の強い光浴びたらサングラスになるメガネやったんですよ。お前ええのかけてんなとか言われて、その本人がうわお前やって一番びっくりしてるんですよ。えなんでびっくりしてる、いやこれ僕おとつい中洲で拾ったんですって言って、1テーブル3人中2人拾ったメガネかけてる、こんなことある？まあこの折なんで沖縄でのことで、はい、ベタな話で恐縮なんですけど、宜野湾バイパスのとこ、宜野湾バイパスあるんですよ、335線ですかね、あれね。だからなんかアンティークショップがザー並んでて、ものすごい好きなんですよ、アメリカ雑貨とか置いてたりとかして、ほんでいつもレンタカー借りてきてる、去年の話なんですけど、ちょうど引っ越して玄関のとこになんかおしゃれな椅子置いときたいみたいな感じで、妻と車止めて工事かなんかもしてたんですけど、まあ、スペース止めてで入ったんですけど、老夫婦がやってはるアメリカンアンティークみたいな、うん、なんですけど、なんか椅子がまあ1980年代とか1800年代とかいろんな時代揃ってて、おばちゃんがちょっとだけ、ちょっとまあ天然みたいな感じで、これどこのですか、あこれはねアメリカってすぐ答えるんですけど、2分後にあごめんなさいイギリスみたいな、なんかそんなおばちゃんなんですよ。うちはね、近くにね、ホテル
ホテルといってもね、あの何あのペンションかな、そういうのやってんの。家具が余るから、息子がアメリカで買い付けてくるから、すごい余るから、それを使ったね、人気あるのよ、そのペンションは。もう今もね、もうずっとね満室なの。あ、雑誌に載ったのあるからね、ちょっと持ってくるわねっつって、あ、これこれっつったら、なんかあのベリーかなんかいう女性のあのファッション雑誌やったりとかして、あ、これ違うみたいな。いや、それはアンティークの本やないこと、表紙でわかるやんみたいな。なんかそ、まあまあ楽しいおばちゃんなんですけど。楽しいおばちゃん。でもこの辺あれですね、海もちょっと見えるんですよ、遠目に。海も見えていいですね言いながら、で椅子一個一脚ずつ買うたんですね。でこれあの二脚あの同時にあの2500円で送れるから、ここ買っちゃいなさい、これ息子が、これ手彫りの椅子なのよ、いいわよこれっつって、分かりました、じゃあ2脚これ、じゃあ梱包して送っていただけるんですよ。そうそうそう、2脚でね、2500円だから送料もね、2脚あ5000円、みたいな。いや違う全然違いますよね。まあまあでもいいかと思って、まあまあその椅子気に入ったんで、あんまりないあのシートの色やった紫でこうおったんですよ。でまあいろいろ世間話してる時に、この辺でもあの大変ですよね、あの基地もあって。そうなのよ、あのあれヘリコプターが来たでしょ、オスプレイが来てね、はいはいはい、あれがもうね、もうこの時間ぐらいになると飛んでるんじゃないかしら、怖いわよ、もうすぐ目の前だから言って、その時ちょうど外でバタ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 言ったんですよ。あ、来た来た、今来てるわ、見に行きましょうって出て行って、バー開けたら思いっきり道路はつってるおっさんがとか。やっぱり僕はあのずっと全国で言うてるやつ、はい、これやらせていただきたいと思うんですけれどもすごいね。これ僕あの NSC っていうあのタレント養成所吉本にあるんですけど、それが僕17の時に入って、まあ18になったんですけど、で僕18の時に入って、まあ高3で入ったんですけど、まあ一緒の同期にあの女の子のコンビがいて、大正不動産っていうコンビがいて、で香里ちゃんっていうのは、まあ、高3僕と一緒の子やったんですよ。で高1のなっちゃんっていう子とコンビを組んで大正不動産っていうのをやってたんですよ。で僕らあの NSC の授業終わった後に、まあ、ファーストキッチンっていうあのとこがあって、でファーストキッチンマクドみたいなもんですよ、わかるか。ほんでそのその上でまあなんかくっちゃめるわけですよ、いろいろね。ほんなら、うん、そのなっちゃんっていう方が、高一の方が、うん、急にね、なあ、かおりちゃん、ちょっとあそこ見せてくれへんって言うんですよ。で、あそこみたいな。で、僕も、いやいや、どこで言うてんの、なんなんその話って言って。ほんなら、いや、違うねん、かおりちゃん、聞いて。なっちゃんな、自分のな、鏡で、またいで見てんけどな、なんか変やねん、ちょっと。だから、かおりちゃん見せてくれへん。あんた何言うてんねんな。コンビでもなんで見せなあかんねんな、あんたに。違うねん、ほんまにお願い。あの、なっちゃん、なん人の見たことないしな。ちょっと見せてくれへん、かおりちゃん、あそこ。うん、しつこいな、あんたも。うん、じゃあ、わかった、ちょっとだけやで。ってなったんですよ。で、ここでって言う。でまあ僕ミーシューでこう遠い面に座ってて、ほんで僕こうやってたらなんかね制服やったんですけど、こうやってなんか見せてたんですよ。で俺裏向いてたら、そのなっちゃんの方が、かおりちゃんかめへんって言ってこう見て、こうやって見て、いややっぱりなっちゃんの変やわってなって、でいや何がやな言って、恥ずかしいわこんなとこで、いややっぱりなんかなっちゃんの変やわ言って、ほんならそのかおりちゃんの方が、何やなもうほんま、ほなあんたの見せやな、私見せたんやから、見たけるわ私が言って、でなっちゃんがこうやって、で次かおりちゃんがこう入って、いやあんた生理やんって皆さん、これをね、全国でやるんですよ。全国、7回目のライブで我々聞くの10回目ですからね。申し訳ございません。仙台で2回、札幌で2回やりました。でもすごい面白くないですか。その生理の時なんか言うたらええのに、見せてみって言われて、見せて、いや、あんた生理やん、みたいな。ネタネタやん、もう、みたいな。ネタネタやん。
不思議な話させていただいていいですか。不思議な話、はい、あの僕この間人生で初めてインフルエンザ発症してしまって、はい、本当にインフルエンザになったことをね、ある方も多いと思うんですけど、もうとにかく寒くてガタガタ震えんのに汗が滝のようになって止まらへんみたいな、あしんどいしんどいしんどい寒い寒いってなるんですけど、それを自分のね家に近いところやったらよかったんですけど、次の日大阪の番組があるって言って、で関西で仕事やったんで今日ホテル泊まってくださいっていう、そのホテルでもういよいよ目の前もぐるぐる回って動かないようになって、でもうそのインフルエンザってもまだ分からないし、とりあえず薬局行って風邪薬もう買えるだけ買ってガバガバ飲んでも全く効かないんですよ。うわ何やこれしんどいと思って、でもう言うてる前にこう目開けてんのにこうぐる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 天井が回りだして、これとんでもないむちゃくちゃしんどい、ほんでなんかめちゃくちゃ寂しくなってくるんですよ、一人でホテルで、怖いな、はい、なんかすごい何ですかね、心細くなってきて、うわどうなんねやろ俺思って、で一回寝ちゃったんですよね。でまたこうしんどくて起きて、あまだしんどい全然マシになってない、どうなんやろ一人や寂しいと思ったら、これ本当にちょっと分かんないんですけど、部屋がコンコンってなったんですよ、ノックで、で誰やと思ってたガチャって開いて、うわ誰か入ってきたと思ったら、女優の阿木竹城さんが入ってきてくれて、枕元にパッツ座ってくれたんですよ。現実か夢か全く僕も分かんないんですけど、ただその時 手握ってくれたんですよ、こうやって、はい、その肉の柔らかいこう包まれた感じが、うん、絶対に現実の感触やったんですよ、うん、で「ああ木さんありがとうございます、すっごい心細かったんです」って言ってもう一回目閉じたんです僕で、もう一回パッて目開けたらまだ手繋いでてくれて、木さんが、うん、木さんっていつもなんかこう髪の毛をねアップにしてるんですけど、ね、うん、あれを下ろして清水一丁で育ててくれたんですよ。わあ、秋さん綺麗やと思って、なんか甘えついでにすごい嬉しかったんで、うんうん、秋さん一回だけおっぱい触っていいですかちょっと言ってみたんですよ、うん、ほな秋さんが、うん、おめえ元気じゃねえかよって言って、もう一回寝て起きた時に秋さんいなかったって言われました。いや皆さんコバに偉いそう言い張りますけど、うん、俺はこれすごくこう分かるんですよ。え今の話、はい、うん、俺も2年前にインフルエンザになって、うん、あ、いわゆるお化けとかってそういう時に見んねんなって、俺もはっきり寝室の隅でマイケル・ムーアみたいな、日本人ですけどマイケル・ムーアみたいなおっさんがずっと俺にこう巻き出してたんですよ。巻き巻きを出してるの日本人やのにマイケル・ムーア、ムーアみたいな帽子かぶっておっさんがこうやって、うん、早く寝ろということなのか何なのかこうね、うん、巻き出してて、うん、僕も本当に一人ですから、うん、むちゃくちゃしんどいんですよ。でもう汗もかくから一晩でパジャマ3回4回ぐらい着替えたりして、うん、でも薬も飲まなあかんから、うん、ご飯食べなあかん、でも家にカップラーメンしかないんですよ、うん、ね、うん、でもそれでもまあ食べなあかんわと思って、何にもええことないです。いやもうええこと、インフルエンザだってええことなんか一個もないですけど、うん、唯一一個だけいいことがあって、うん、もう意識朦朧としてる中お湯沸かさなと思って、うち IH なんですけど、夜間をね置いて、で電源入れて、でマイナスとプラスっていうボタンがあるんですよ。でプラスをピー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 って10にしたらマックスで火力が一番強くて沸くんです。もう意識朦朧としてるから、夜間置いてなんか知らんけどマイナスの方をね押したんです。ほんならピッて裏ルートでマイナスから行ったらワープして10になるんですやったー裏技を裏技見つけたんですよ。インフルエンザになって唯一良かったことだいぶ前の滑らない話でちょっと言わせていただいたんですけど、僕がちょっと本当に面白いと思ってる話をちょっと一個させていただきます。
あのだいぶ前にあの松本さんがよく夏休みを取られてあの沖縄に連れてきてもらってたんですよ、はい、でその時に松本さんと、木村兄さんもおられましたし、ほんで後輩とか、うん、で来てたんですよ、うん、ほんでまあいつもあのこうプールで遊んだりとかまあなんかいろいろしてたんですけど、2日目か3日目ぐらいにちょっとなんかちゃうことしようか何があるかなみたいな感じでやってた時にシュノーケリングっていうのがあって、シュノーケリング行こうか言うて、これいいですね言うて、でなんか知り合いかなんかになった人のとこに行ったんですよ。で、あこんにちは言うて、天気でした夏のね暑い、ほんですいませんよろしくお願いします何人です言うて、ほんならそのツアーっていうのはこうちょっとこうあのガザガザの岩のあの、うん、海のガツガザのとこをこうだいぶ歩いて、で洞窟の中から入って外に出てくるっていう、そういうシュノーケリングのツアーやったんですよ。で、あそれ楽しそうですね言うて、でウェットスーツに着替えて、でそのなんかこのツアーのあの家があるところからそこのポイントまで、あの足ひれ持ってシュノーケル持って、でそのもうほんまに危ないあのガザガザのとこをこうずっと岩場を歩いていかなあかんのですよ。で初めはさあ行きましょう言うて行ってたんですよ。ほんなら暑かったし、でちょっと怖さもあって、でちょっとこう体のこうね自由もちょっとウェットスーツ着てたらこうなるじゃないですか。ほなちょっと兄さんがだんだんイライラじゃないけど、ん遠いなとかまだかやとかなってたんで、あこれちょっと機嫌悪ならはるなと、で兄さんもうそろそろですよ言うて、後輩らでずっと言うてて、ほならまあついてその洞窟入っていって、ほなちょっと暗い湿った感じですよね。でそこにちょっとこう降りていって、でその足入れつけましょうってなって、で ちょうどこう水に入れるとこにこう足つけて僕らやってたんですよ。ほな兄さんまだだいぶ上の方で、でもう着いたんやけどまだそこまで行かなあかんのかいみたいなんでちょっとイライラしてはって、ちょもうここから飛び込んでええか言わはったんですよ。ほんでそのツアーの人もあ構いませんよ言うて、ほな兄さんもうなんかね帽子かぶってはったんですけど白の、そのままなんかボーン飛び込まはったんですよ。だいぶ高いとこから、ほんで兄さんドボーン入らはったんですよ。ほんで見てたらだいぶブーン行きはったんですよ。いやだいぶ行きはったと、ほら手見てたらもう焦ってあるんですよ中で。で帽子 もうこの辺に浮いてるんですよ、ナイキのやつが。だいぶ下ですよ兄さん。ほんで焦ってあるし、わ兄さん焦ってあると思ってこれどうしようと思ったんですよ僕ら。ほんならバーン上がってきて何言わはんのかな思ったら、まあまあしょっぱいなまあまあしょっぱい、あのしょっぱいですねだからその焦りを後輩には分からさんとこツアーの方にもう飛び込むんでええか言うた以上をやっぱ焦ってる松本人志見てだから、まあ、まあまあそれでちょっと潜りながら焦りながら考えはったんがまあまあしょっぱいかっこ悪い兄さんかっこ悪い。じゃあその沖縄ついでに、あ僕もあの以前松本さんと、チキテイホウセイさんと、はい、あとおにぎりっていう2メーターぐらいあるやつね、2メーターぐらいある後輩がいるんですけど、はい、その4人で沖縄に来てまあ、うん、まあいろいろ遊んで、まあ、泊まるところが、うん、まあ、みんなで泊まれる部屋がええなあ言って、あの真ん中に、まあ、リビングがあって、そこにまずこう大きめのベッドがあって、ほい、うん、で個室が2つあって、で寝る時どうしようと、ほんでまあ後輩、まあおにぎりが一番後輩で、その次僕が後輩で、法政さん、松本さん、じゃあ松本さんは人と一緒にはちょっと音がちょっと問題が うるさいとあれや寝られへんか、俺はごめん悪いけどこの個室、ドアのある個室に寝かしてと、ああそれもちろんです、うん、ほんで法政さんがじゃあ法政さんそっちの個室行ってください、はいはい、じゃあ俺とおにぎり2人でじゃあこのリビングの真ん中のところで寝ようかと、でリビングそのガラス、ま、確かにいいんですよそこが、またガラス張りでもうすぐ横がプールで、そうそうそう、その部屋についてるプールで、 その向こうには海が見えて、うん、逆に空も見えるし、うん、こっちの方が何やったらええやんと、うん、ラッキーやと、あ逆にいいんすかと思いながら、うん、じゃあおにぎり寝ようやって言って、まあ、だいぶ遊び疲れて寝たんですよ。でしばらくしたらバキ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 バリバリバリ
ボリバ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 リ、なんやと思ってパッと見たらおにぎりの歯ぎしりなんですよ。ものすごい音の歯ぎしりなんですよ。うわ怖っと思って、でおにぎりおにぎり、あれなんすか、歯ぎしりすごいな、あすいません、ちょっと歯ぎしりがちょっと僕ひどくて、もうちょっともうちょっと抑え、ちょっと気にして、我慢するけどちょっとは気にして、寝られへんし俺星見てるし、またこうやってこう寝た、バキ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 バリバリバリ、もうこれはもうしゃあない、これは我慢しようと思ったら、しばらくしたら、いやいやマジやんな、いや何今のって、すいません僕いびきかいてました、いびきなの、いやこれマジですよね、これマジなんです、マジやねん、これはお前無理やで、松本さんも耳栓してるけど、でも何とかいけるかなと思って、何とかお前抑えて、何とか抑えるって起きてきあるから寝よう、バリバリバリ松本さんが、なんやじゃあ、こうほんまなんですよ、なんの音やって出てきて、すいません兄さん、おにぎりのいびきですわでも、ほうせいさんも、何今の音なんかあったんかって、おにぎりのいびきですこれは、ちょっとシャレならんと、で、おにぎり申し訳ない、これはさすがに、誰一人寝られへんと、もう明日から何も楽しくなくなってしまうから、すまんけどプールサイドのこのボンボンベッド、はいはいはい、ね、あいいじゃないですか、申し訳ない、もう夏やし、はい、風は控えんやん、あったかいから、うん、風も気持ちいい、ちょっとまあ川ぐらいはおるかもしれないけど、ちょっと我慢して、うん、あすみません分かりました、それ仕方ないですねって出て行って、窓閉めてボンボンベッドにバーッと、すいませんすいません、兄さん帰り兄さん帰り、もう寝ようかなと思って、でも しばらく気になるからさ、はい、俺こう見てたわけ、俺しばらくしてこうバーッと音は聞こえへん、ぐしったい言うてるな、多分歯ぎしりやな、後にサイレントで出とるんで、出とるな、でも音はまあまあ遮断されてるわ、うん、よかったと思って、うん、しばらくしたらこうねんねんから川や川や川や、川や、ずっともう顔をずっと永遠にもうすごい量を食われてんねん、うん、ほんで、うわ蚊に食われてるかわいそうやなみたいな、しばらく見てたらこう、うわーってプール飛び込めた僕の話じゃないですよ、僕あのプロレスがすごいちっちゃいというか好きで、はい、やっぱりあのプロレスラーのプロレス以外の仕事とかもすごい注目しちゃうんですけども、あのこの間あのシルベスター・スタローンさん の主演映画のエクスペンダブルズ3っていう、あの傭兵軍団みたいなね、アクション映画のキャンペーンボーイに長州力さんと藤波辰巳さんと武藤敬司さんの3人が選ばれたんですよ。でそこであのエクスペンダブルズ3シルベスター・スタローンがどれだけ素晴らしいかというのを語るのが仕事じゃないですか、それゲストに行った時に、その時に僕も今まで知らんかった事実が発覚したんですけど、長年プロレス見てて、長州力さんがシルベスター・スタローンのことをシルベスタローンとしか言えないっていうことが発覚したんです、シルベスタローンがなすげえんだよってずっと記者会見中、とにかくさ、あのシルベスタローンがので一応後輩、そんな3人の中で後輩の武藤さんが気を使いながらも、うん、あのちょっと記者を笑かすようなツッコミ、ツッコミ武藤敬司さんが、コミの長州さん、それさっきのあんた誰のこと言ってんのよ、はいって言ったら刑事、まあ武藤刑事、はい、刑事バカにすんな、シルベスタローンだって言って、その後藤波さんが全部をまとめたツッコミを言おうとしたんですけど、うんうん、あらあらっていうので記者会見終わったのを見ました。目をね、網膜剥離になって、えそうなんですよ、知らんかった、眼科の人は失明しても気づかない人ってザラにいるよって、見える方が補うからって言って、たまにこう片目で確かめなきゃいけないよっていうのを、マジで、はい、番組でやって、僕片目で左目で見たらもう今でもグニャグニャなんですよ、ほんでやばいって言ってお医者さんに行ったら、まあ、網膜剥離って言われたんですけど、その前に、まあ、検査の前に一応体温と血圧だけ測るみたいなあって、すごいなんか人気のとこ紹介してもらったんで、もう普段あるソファーじゃなし、もう臨時の椅子も出して、もうおじいちゃんおばあちゃんとか若い子もずっと座ってるんです。で
血圧も体温も自分でまずやってくださいって言われて、うん、まあ、機械なんで血圧なんか自分でやるじゃないですか、うん、ほんならそこにもう、もう本当にそういうなんか和んだ空気っていうか落ち着いた医者の待合室の空気をこうわざと蹴破るみたいな本当に柄の悪いおっさんが入ってきて、うん、もう聞こえるんですよ。自分でやんのかよって、金払ってお前自分でやらなきゃいけないのかよ、余ってるやついるだろうみたいなことをずっと言ってるんですよ。で嫌やら嫌やらって思って、もうみんなこう血圧のとこ並んでて2台ぐらい機械あるとこもずっと言うてるの、平気なのお前ら、この俺こんなん許せないよって言って椅子とかをこうガーン蹴ってるんですよ。でもうみんな年寄りとか多いし僕もそんな怖いから誰も目合わされんすよ、うん、でもう血圧を1回測って僕とその隣に座って僕カタカタカタって出て、でどうすんのって聞かれたら嫌やし答えられんの嫌やからって思ってたらもうずっと痛痛痛痛痛ってこの閉まるのを痛えよおいみたいな、うん、こんだけ閉めないか分かんないのかよおい誰がみたいなのを言ってるんですよ。でもうずっとやってもやり直しみたいなエラーみたいなんでて、うん、またこの腕をちゃんと入れなあかんっていうのを僕も教えてあげて、ガチャってやらんとって言って、うん、分かってるよみたいな言われて、うん、怖い思ってやってて、でカタ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 って出てきたら50ぐらいの60手間のおっさんなんですけど、上が162で下が90、全然怒ってんやんこいつ全く怒ってんやんこいつ何や今のポーズ。お前5回連続言うっていうのの後に4回連続言うっていうのいいですか。すみません、5回連続全然まだって思う後に別の4回連続シチュエーションなんですけど、去年美ら海水族館行った時に、あれ水族館はもう巡り合わせと言いますか、ある程度の人と同じ感じになりますね。もううるさかったらもう抜きつ抜かれつ、結局こいつらかまたみたいな順路やからしょうがないですけど、そのうちそのまあカップルやったんですけど、まあ付き合いたてでまあキャキャ25、26のまあ東京ですかね、東京から旅行で来たみたいな、僕もまあ妻とやったんですけど、もうそんなキャキャはそんなまあ結婚して何年もなるからしないんですけど、まあリアクションは割としますやん、まあ大きいねのジンベザメがなんか言いながら、でまあこいつらが気になるんですよ、そこ長いなみたいなね、お前エビのとこ長いなみたいな、男はエビのとこ長いけど女はなんかちっちゃいの長いなみたいな、なんでお前らの好みまで知ることになんねんみたいな、写真は意外と撮らへんのねみたいなことを思いながら行かなあかん雨なってほんでね、まあそのなんちゅうんでしょう、女の方がなんかこうまあ言うたんですよ、まあ問題提起といいますか、でもさこいつらすごいよね、水の中で生きてるんだもんねって、なんか深いようななんか哲学的な、うちらだったら死ぬよね、うん、まあすやな、うん、その彼氏の方が、うん、でもさこいつらも陸に上がると死ぬよ名言なのかなんや分からんぞみたいな、どのぐらいのとこで言うてんのかが、ね、レベルがね、まあ次行きよっと、うん、今度なんか触れるみたいなとこスペース行ったらなんかぬるぬるのやつがなんか海牛じゃないんですけどなんか浅いとここういう感じのとこに浅瀬でこう触ってください言ってぬるぬるのやつがあるんですよ、うん、でそれを女の子がキャー言って、でもさこれさなんかに使えるよねなんやなんや彼氏の方がそうだねなんかに使えるねそれはもう全然答えになってないわ、もうええわ隣に人手がおったんですよ、人手が女の子初めてなんですかね、意外とでかいよねって言うんですよ、で男はそれ何も言わないんですよ、多分見とるんですね、これぐらいや思っとるんでしょうね、人手は知ってると、それに対していやこんなもんやでっていうのも、うん、違うやろうしって、人手ってこんなにでかいんだ、でかいね人手って、人手ってこんなでかいんだ人手がこんなでかいとは思わなかった、誤解や誤解やで行きよったんですよ、でまああとイルカショーかなんか行ったらもうその人らも分からんようになったんですけど先週銀座で
道端歩いてたんですよ。これ30半ばの男性2人が抜きながらずっと1人がもう1人にアンパンマンがさって言うんですよ。アンパンマン銀座で35、6の男同士がアンパンマン、最初一発目アンパンマンがさ、ああうん、あれあのアンパンマンってさ、あの顔やんじゃん、うんうん、アンパンマンさ3回目もアンパンマンから始まんねや3回目はもうそのアンパン主語はもういらんやん、アンパンマンの話ってなってんねんから、画面やったらもうアンパンマンの話でしょ3回目もアンパンマンがさ、でももううちの子はもう卒業したかなで終わったと思ったらアンパンマンさ4回というそのさっきも言った平田メガネをかけてるね、その中本っていう後輩がいるんですけど、これとフランスにね旅行に行ったんですよ、うん、はい、一緒に、うん、中本君と、はい、普段はご飯食べたりお酒飲んだりしてますけど、こう寝食を共にすると初めて知ることがあるじゃないですか。あるね、さっきのそのおにぎりのいびき歯ぎしりじゃないですけど、同じエアでベッド2つあって、でそこでこう一緒に、まあ、生活というかこうやると、えこんな独り言多いねやこいつっていうね、お前行こうかとか言って、まあ、4人で行ってて 2-2 で別れてるんで、もう向こうもロビーで待ってるし、もう俺らもちょっと遅れてる、もう行こうか、あはいとか言って、俺もう出てると思ってるんでしょうね中本は。俺見てたらそのカバンを閉め、なんでここが引っかかんだよお前、すっと行けよこの野郎、なんでお前引っかかってんだよ、怖い怖い怖い、って擬人化、カバンを擬人化しながらなんか一人でスッと行けよこの野郎とか言って、怖い怖い怖い、めっちゃ喋るやんこいつ一人でってなって、で朝はね、うん、俺さっきシャワー浴びて、うん、ほんで中本も入りやーと、あーはい、ありがとうございますとか言って中入って、うん、しばらくしたら、なんなんだよこれ、寝ろバカ野郎、なんなんだよこれとか言って聞こえるんですよ風呂から。何言うてんねんってパッて見たら、そのカランをシャワーにそれ引っ張ったなるんですけど、それが分からへんもんやから、カランに潜り込んで頭洗ってるんですよ。なんなんだよカラン、俺なんで俺こんな潜り込まなくちゃいけねえんだ。いや違う違う、何言うてんねんこいつは思って。ほんでその日なんかちょっとあの街こう探索してて、スーパーで歯磨き粉買いますわとか言って歯磨き粉買うてましたよ、うん、ほんでなんかこう遊んで、ほんで次の日の朝また俺お風呂シャワー浴びて、うん、その昨日もうからんからシャワーにする方法は教えてますから、ほんで俺浴びて、おやごとほんで入っておいで、ああじゃあそうとか言って入ったらまた、うわーうわーうわー殺されるよ殺されるよ殺される、だ殺されるよ何言うてんねん、いやダイス息ができないっすとか言って、その買った歯磨き粉やと思ってたのが入れ歯接着剤で水に濡れれば濡れるほど固まるみたいな、怖い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 、旅行中に怖い一人死ぬのがあの、アントニオ猪木さんとそれの時のお月の藤田っていう、あの和之さん、和之さん、あの金髪のゴリラみたいな人ですよ、うん、その人となんかラスベガスから成田に帰ってくる飛行機にケンコバの誰か誰やったんな、居合わせたんですって、うん、ほんで窓側に猪木さんが座ってて、で通路側に藤田がこうやったんですって、であの成田にこうね着いたじゃないですか、で着いてガーンなってでポーンって言うたから降りようとしたら、ずっと横でその藤田がこうクーッて寝てるんですって、で猪木さんはちょっと降りたいのに藤田起きひんからちょっと行かれへんから、藤田藤田着いたぞ、猪木さんがね、でもクーッて寝てるから藤田着いたぞ、泣いたぞ、藤田うざ起きろ何だぞうざ何だぞ起きろうざ意外しょ
ていう話です。これも何度か聞いてんねんけど、これ小馬なのこれは。これは僕が三又さんに聞いた話なんです。しかも大事な結末が抜けてるんですよこれ、この話。何何だ、藤田起きろ。おい藤田、成田だ、起きろって言って、でも藤田ってあの本当に人間離れした首の太さってもうあの野人っていう、野獣なんですよ、ね、動じないですよ。猪木さんのビンタで、猪木さんはまあ恥かきたくないじゃないですか、うん、CA さんも心配そうに見てるんで、そらつや、はい、ほんで出ていく人たちも、え猪木若手に藤田って言って、でも猪木も腹立って最終的に寝て起きない藤田の後ろに回り込んでスリーパーホールド決めた。さらに眠らせます。ついでにまあ一か八か言うてみたっていう話なんですよ、うんうん、僕あの10年ぐらい前ですかね、ロシアの方に仕事で行くことな、相方と、相方、名前何でしたっけ、うん、あのおかっぱとね行くことになりまして、まあまあまあ、ロシア遠いなと思いながら、まあ、飛行機苦手なんで、まあ、仕方ないわと。で、まあ、乗る前に、マネージャーに、あラッキーですよと、ちょっとあの空いてたみたいで、うん、ファーストクラス乗れるみたいですと、あファーストクラスなんか乗ったことない、嬉しい、それは嬉しいわと、やったんってパッと入ったんですよ。でもめっちゃ広いわけですよ、ファーストクラスですから、うん、1個ずつドーンとありますから、うわこんななってんねや、でもなんかボロいなってなったんですよ、ちょっとボロいんですよ、はい、飛行機が旧式なのか、まあ後で聞いたらその航空会社あの軍用機を買い取って改造して旅客機に変えてるっていうね飛行機やったんで、ちょっと古めやったんですよ。でもまあまあ広いしファーストクラスやから、まあラッキーちゃう言うて乗ったんですよね。ほんでもう眩しかったんで、このブラインドをパッてやったらこの光がこう漏れてくるんですよ、うんうん、こういうやつになってるのか高級やなと思ったら違うんです、破けてるだけやったんですよ。あれ破けとんなこれ。おい大丈夫かこの飛行機、これ大丈夫かな、ええやんけファーストクラスやからって、うん、おかっぱさん言うから、うん、もう広いしな、うん、ほんでこう出発するときに、うん、なんとなく、まあ、出発する離陸のときは結構音は鳴るもんじゃないですか、うん、でもそれがもうはーわーこれ大丈夫？軍のね。この飛行機大丈夫なの？あいつ結構なんか弾力あるから。大丈夫や。なんか大丈夫。飛ぶ飛ぶって飛んだんですよ。まあええかんだ。ようやく飛んで、あのこのシートベルトのランプがパーンって消えたんで、うん、もういわゆるこのリクライニングにしようって、うん、もうファーストクラスだからフルフラット的になるんかなと思って、ね、ボタンがないんですよね。あれ、うん？とりあえずまず足をこう上げたかったわけですよ。はいはい、ウィーンと。おっとまあ、ないんですよ。足が全然ないんですよ。あれと思って。外してパッと横見たらここのところにこういう絵が描いてるんですよ。手動、うん、手動なんですよ。下からこう持ってガチャコンってやるんですよ。なんやこのファーストクラスは、なんやねんこれ言うて腹立つな言うて散々前方もさすがに腹立って、うん、なんやこの飛行機腹立つな、ファーストクラスでも何でもあるんやろこんなもんってもう絵は寝ようと思って、8時間9時間あるから、はい、寝よう思ってこう寝てたんですね。そしたら普通日本の航空会社って寝てたらなんかシール的なもの、あの寝てましたのでちょっと料理の方はあの後で呼んでくださいみたいなシール貼ってくれるじゃないですか。マジですよ、もうこんな恰幅のあのロシアのおばちゃん、マジの強さですよ。あー結構痛いもん。いやほんまに、いやほんまにそんなんやって。分かった分かった。痛いやろ。痛いこれ。いやほんまにそんなんやってんて。網膜剥離なんです。あごめんごめん。網膜剥離。打撃が一番ダメなんですね。めちゃくちゃ痛いです。痛いやろ。いやこれぐらいでバンバンバンこれ寝てるからさ、ふわーってなって、びっくりするやんか。今度こんな CA さんがおばはんが立ってるから、何言ったら。ビーフオアチキン。それ聞くのにそんな衝撃与えるなんやねんな思って、でもお腹は減ってるからもうビーフって言ったらナッシング。いつもお前しか言うかも俺チキン言う思ったの。
向こうが一か八か。一か八か。そうやろな。言うてみたい。一か八か俺チキン言うと思う。二択言うてみたい。ビーフ、ナッシング、やかましいわ。一生ロシア行きませんって決めました。以上です。あんまりこうあれですよね。まあこういう言い方するとあれですけど、我々まあお笑いの今一応プロじゃないですか。はいはいはい。だからそう家でね、うん、そんなに腹を抱えてね。うん、笑うことないですね。なんかこうついつい分析しちゃうじゃないですか。なるほどみたいに思っちゃう。なるほど。でもそれこそ嫁が聞いてよ、ちょっと面白かったんだけどって聞いても、もうやっぱ無駄多いなとか、もう持ち見えたわとか、やっぱりあるんですよ。でもやっぱ娘って全く計算がないから、もうちょっと僕本当に普通に食べてて飯バーって出てもうた。はい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 。僕はあんま思わないですけど、どうもうちの娘がね、若干デベソ気味なんですよ。でも嫁もよ、これデベソじゃないっていう、まあまあそうか、出てるっちゃ出てるかもなみたいな話を、まあまあ前からなんとかちょこちょこやってたんですけど、まあ娘はまだそんなもん、まだ2歳3歳ぐらいの時からそんな話も何度かあったんですよね。で最近ですよ、5歳半ぐらいに今なったんですけど、はい、急にですよ、はい、僕ご飯食べてたら風呂出てきて、すっぱだかでふわーってきて、はい、俺の横に、ところでこれ何もうね、甥っ子がいるんですけど、はい、妹と誠治と、誠治、うん、のところが、11歳なんですよ。で今までもう散々ね、まあ、俺のことをなぜかジュニアパパって言って、もう例えば遊びに来たらもう向こうからジュニアパパーって走ってくるんですよ。俺自分の中にそんな感情があるって知らなかったんですけど、ジュニアパパーって来たらもう俺はそっと目を閉じて抱きしめてるんですね。不正、不正がこんなにあったのかという、そんな、まあ、ユウって言うんですけど、ユウが運動会があると、で5年生で、副応援団長、団長は6年生で、で5年の一番上で副応援団長で、みたいなことで運動会があるっていうのを聞きつけたんです、誠治とよく遊んでる後輩から。で誠治はどうやらその日は運動会行けない仕事で、ほんで俺はその優とメールでしょっちゅうやり取りしてたんで、優に運動会行ってええかと、その日その時間昼間空いてたんで行ってええかって、今までたトントンっていうラリーが、もうね、もう11歳、全然帰ってこないですよ。ね、で、と思ってたら、当日の朝に来てもええけどバレへんようになって来たわけ。今までの俺の知ってる優ともう違う、大人になってると思いながら、もう俺は見たいから黄色組って聞いてるし、行ったらもう今なんか受付で名前とか書かなあかんんですね、セキュリティの問題でしょうね。住所と名前と書いて、でバレたかも、ニット帽をかぶってこう見るんですけど、みんな同じ体操服、黄組は分かるけど、もうどれが言うか分からない。みんなグラウンドの方向いてる、教室から椅子持ってきてみんなグラウンドの方向いて座ってる。ほんならこうフェンスの裏後ろ回ってこっちから見たらいるんちゃうか思って、で行った、ユウ副団長やからこんなでっかい黄色い旗持って、ユウいた、あユウやと思ったら、赤組青組黄組で、赤青が競ってて、黄組がもうめちゃくちゃ点数離れてて、もうみんなもう全然運動会に集中してない、もうこんなもう負けやかなうちみたいな感じで、もう後ろ向いて喋ったりしだしたから、俺見つけて子供たちが、うん、おジュニアジュニアやって言ってバレたんすよ。ほんなユウはだからバレるなって言ってるやんけみたいな感じで、でっかい黄色い旗で俺をすっとこう隠すっていう。で俺はもうずっと黄色い旗をここに見て、ほんでお昼になってご飯、誠治の嫁がじゃあ一緒にどうぞとか言うけど、俺とユウはまだ喋ってないんですよ。ユウ、一緒にご飯ええか、ああみたいな、もう感じだぞ、テレとかあんねやろな、確かに親戚のおっさん見に来てんのなんか言うだけやから。ほんで体育館の一番隅の方に俺背中向けてこう食べてて、で言うも俺に背中向けて、誠治の嫁が作ったなんかアスパラをウインナーでベーコンで巻いたやつとかこう食べてて、
ほんだらたまに言うがそのアスパラをベーコンで巻いた爪楊枝刺さってるやつを脇の下からファッて俺にこう出しよるんですよ。たまにこう俺それ食うてちょっとけどそれ終わりで5515年生の 100m 走あるんですよ。それがメインなんですよ。なるほど。俺はそれ見たいから、うん、ほんでそれ優がわーってきて優まあ3位ぐらいってよかったよかったー言って、ほんなら優俺もう仕事の時間あるし帰るなーって言ったらってされて、うん、俺ああもうあの関係は終わったんやなってね。俺バイクで行ってたんですけど、あそうか自分が11歳ぐらいそれは親戚のおっさんとも遊ばへんようになったな、あ俺とユーのあの楽しい時間はもう終わったんやと思って、俺もうほんまにねファーってちょっとバイク乗りながらファーって泣けてきたんですよ、ね、あんなに楽しかったのに、ほんまにまあ走馬灯じゃないけどジュニアパパーとか、うわこれ買ってとかいろんなことがもう終わったんやと思って、ほんで家着いてその日の夜に電話鳴って妹って出るんですよ。でパッて取ったら妹の息子、これ4歳なんですよ。これがおかんの電話から勝手に電話してきて、うん、俺のことは本名コージやからコージーって言うんですよ、うん、まちまちコージー何してんの、お前からの電話待ってたんやコージー今度動物園行こう、絶対やぞ絶対やぞ絶対やぞ捨てる追いやれば拾う追いやれば